大達治大達治は、アスカ時代の人物。名は、年人とも記される。姿勢は、船氏。第十六代九だら王、人種王の子である辰馬豪王の後裔で、塩君、または、馬邸君の子。虎系氏族である船氏の祖。学問に引いて、儒教の普及にも貢献したとされる。金明天皇十四年直命を受けた、蘇我稲目によって派遣され、船の負の記録を行った。 この功績によって、大達次は、不なしに任ぜられるとともに、不の姿勢を与えられた。また、美達天皇元年には、多くの文が三日かけても誰も読むことのできなかった、高栗からの上表文を解読し、美達天皇と大臣、蘇我馬子から称賛され、そのうち二次して、使えるように命ぜられた。上標文は、カラスの羽に書かれており、 羽の黒い色に紛れてそのままでは読めないようにされていたが、羽を炊飯の湯気で湿らせて、きれいに文字を写し取るという方法で解読を可能にしたという。開封草の序文には、和には、カルシマにおいて、啓蒙をはじめ、達次は、薬伝において、教えを広め終え、ついに俗を、禅寺、趣子の風へ、人を、サイロの学へ向かわしめたと表現されている。 鈴木康市民や加藤健吉によると、日本初期の大達寺の伝承は、船氏が河内の文氏の大人氏の伝説を真似て創作されたものだという。田中文夫は大達寺が中国系の王子の性を持っていることに着目しており、鈴木康市民によると、実際は大達寺の代に新しく渡来した中国南朝系、くだら人だという。子に、那覇ゆが孫に、 船王子がおり、子孫は後村寺世に改正し、さらに一部は天長年間に三船氏に改正している。延暦九年に菅野阿孫世を賜ることを請願したくだらの子に士人指定、元信、中心及び津新堂らの状況によれば、達寺には兄のあじと弟のマロがおり、それぞれ藤井連連の祖である。また、これに合致する形で、 新先生史録において、辰馬豪の後衛に相当する氏族に、右京の菅野阿孫、藤井宿根、宮原宿根、津宿根、中川、宿根、船野村寺の他設国の船野村寺などが見える。日本書紀によれば、近明天皇30年には、大達寺の老いの丹津が白井宮家に派遣され、田辺の定席が定められた。これにより、丹津には、白井氏の姓が授けられ、 原量に任ぜられた。さらに、微達天皇3年10月には、船なし、王達寺の弟の牛が、酢姿勢を与えられた。ありがとうございます。